にゃ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 ー。見せるために布一枚というわけでは。しかし、あんたも珍しいエルフだね。珍しいですか？その格好さ、普通エルフは肌を晒すのを嫌うじゃないか。あ、娼婦に落ちたやつは別だけどね。そんなエルフが水着や湯あみ着じゃなく布一枚。ハーフだからその辺は気にならないってことかい？それとも誘惑したいオスでも？大体今回はクラネル氏しかいませんし、彼は私の担当冒険者で、その公的な関係性ですし。なんだか言い訳っぽいね。見せるために布一枚というわけでは。そうなのかい？春姫は見せるために私が選んだんだけどね。てっきりあんたも坊主をパクリと食おうって腹でそんな格好してるもんだと。そんなことはありません！ま、それならあんたも私や女神様みたいに湯あみ着を用意すればよかったじゃないか。え？金をかけた湯あみ着なら湯に入っても透けもしないものだってあるんだ。オスは坊主一人だろ？せっかくの慰安旅行で一人で入浴ってのは切なくないかい？ですが。聞けば、女神様が予約した混浴温泉を変更したの、あんたって話じゃないか。どうせなら揃って入れた方が良かったんじゃないか？でも、今回の話はすごく急で。私も気の身気のまま飛び出すことになってしまったと言いますか。ああ、それでそんな布切れしか用意できなかったから混浴温泉はやめたってことか。違います。混浴なんて公序良俗に反するというか、クラネル氏の教育上良くないというか。私の格好はその関係ないと言いますか。ベル君に見られるのが恥ずかしいとか、そういう話では、うん、そうじゃないに決まってるんです。とにかくこれでいいんです。私はあちらのお湯に浸かってきますので。やれやれ、あのハーフエルフもか。まったく、恋がたきなんて言葉笑っちまうけど、春姫の敵はどいつもこいつも厄介そうだ。